ゆっくりダイエットしてますか藤田です今回は寝る前食べるだけで血圧の薬がいらなくなる紙食材や96%が血圧を下げる効果を実感自律神経まで整えてストレスまで解消する方法紹介しますのでぜひ参考にしてみてください それではまず高血圧を予防するためには何が一番効果的なのかっていうのが分かっていますから2020年の研究をもとにトップ3紹介をします。ダッシュ 対極拳有酸素運動この3つになりますダッシュ食等は高血圧予防のために作られた食事の方法で簡単に言えばできるだけ塩を減らしつつ野菜や果物で食物繊維をたくさん取ろうという方法なんですもっと具体的に言えば塩分を控える飽和脂肪酸を控える 不飽和脂肪酸を十分にとる野菜は一日 350g 以上取る全粒粉など生成されてない穀物を取る糖質を控えるこれらの方法を実際に平均15週間ダッシュ食を行ってもらったところ最高血圧が下がった最低血圧も下がったということが分かっています。 ただいきなり全て変えることは難しいので寝る前食べるだけで血圧を驚くほど下げる神食材を紹介します血圧の薬がいらなくなる神食材それはオリーブオイルオオリーブオイルの効果を簡単に3つ。1つ目高血圧を予防する 2000年の研究では高血圧に悩む人たちにオリーブオイルを摂取してもらったところ6ヶ月後に大半の人の数字が大幅に下がりそのうち8人は治療薬を止めても OK なレベルまで症状が改善したということが分かっています。2つ目糖尿病リスクを減らすケンブリッジ大学の研究ではオリーブオイルには2型糖尿病心臓病のリスクを下げたということが分かっています。 3つ目動脈効果を予防するハーバード大学の研究ではオリーブオイルの摂取量が多い人は心疾患のリスクが14%低下肝動脈性心疾患のリスクは18%低下するということが分かっています。 ではもっと具体的にどれぐらいの量のオリーブオイルを摂ればいいのかそれは大大さじ杯杯から2杯程度でで丈夫なんですケンブリッジ大学の研究では1日の摂取カロリーを変えずに大さじ2杯のオリーブオイルに置き換えたところ2型糖尿病や心臓病のリスクが減ったということが分かっています またハーバード大学の研究においてもオリーブオイルが1日 7g 以上であったとしても心疾患のリスクがが減っったとといいうこわかっていますなので寝る前にはオリーブオイルを 7g から 23g までの間で試してみるだけでも効果があるというふうに考えますではここからは今すぐできるわずか2分で血圧を下げる方法を紹介します それは睡眠の質を高める方法なんです実際に睡眠と生活習慣病の関連を調査した研究では睡眠時間が5時間以下の人は高血圧の発症が多かったということが分かっていたり睡眠時間が6時間の人は7時間の人に比べて糖尿病リスクまで2倍に跳ね上がるということが分かっています。 これらの睡眠不足で血圧が上がる原因っていうのは睡眠が短いと自律神経の中でも交感神経が活性化して血圧が上昇ししてまた睡眠時間が短い人では食欲を増進させるホルモンが増加してしまって食欲を低下させるホルモンが減少するため肥満や糖尿病リスクが高まるというふうに考えられているんです。 他にも2004年の研究においても1日の睡眠時間が7時間以下の人は約8倍も太る確率が高いということが分かっているんですね。 ただ忙しいと睡眠ってなかなかななな取れないですよね。なのでそんな時におすすめしたいのが米軍式睡眠法なんです。この睡眠導入方法は6週間の練習で96%ものパイロットに効果が見られただけではなくマシンガンなどの銃声が聞こえる中でもわずか2分で眠りに落ちることができたという方法なので具体的なやり方っていうのを紹介していきますので一緒に寝ながらやってみてください。 はい、それでは米軍式睡眠法法の具体的な方法を紹介します布団だったりに仰向けに寝ていただいて手のひらを上足を少し外側に開いて目を閉じてくださいそのまま手足をぎゅーっと丸めながら息を吐きます。その後息を吸いながら 力を抜きます。そのまま普通に呼吸を戻していただいて顔の筋肉に集中をしていきます顔の眉間の部分集中して息を吸って吐きます続いてこめかみの部分に集中して息を吸って吐く続いて眼球の力 続いて目元の力続いて首に集中して息を吸って吐く肩吸って吐く肘吸って吐く手首吸って吐く指の先吸って吐く うまく抜けないよっていう方はもう一度ぎゅーって力を入れてから抜くようにすると上手に抜けるようになります続いてはそのまま肩甲骨の内側腰の部分股関節の付け根と力を抜いていき骨盤までいったら膝足首 足の指の先といいう風にやっていきますこれで全身の力が抜けたら自分の体が水の上にふわーっと浮いているようなイメージをしていきます。 そうなると全身の力も抜けてててリラックスでででききるるような状態を作ることができますからぜひ試ししてみてくださいお疲れ様でした最後にどうしてもダイエットだったりこれらの方法が続かないっていう方もいらっしゃると思いますから2022年カリフォルニア大学が発表したいろんな習慣を続けるために必要な5つの法則紹介していきますのでぜひ参考にしてみてください。 続けるために必要な5つの法則。 一つ目のポイントは目標設定を明確にすること痩せたいと思った時に1ヶ月で3キロ痩せよようって思いますよねそうなってくるとじゃあ1週間では何キロ痩せたらいいのか1日何キロずつ痩せたらいいのかっていうのを具体的に考えておくと痩せたいっていう目標から少しずつ遠くなっていきますから意識が1日どれくらい痩せたらいいのかっていうことにフォーカスされますので続きやすいっていうこと ことなんです2つ目のポイントは自分の性格や生活リズムを知ることなんです例えば必ず朝起きて運動するっていうよりも朝に何分ぐらいの運動だったら続きやすいのかなっていうことだったりとか。 テレビを見るといつもより食事をしてしまったり他人と一緒にご飯を食べると食べる量だったりお酒の量が増えるなど自分の性格だったりとか生活リズムっていうのをもう一度見直して続けれる範囲でやっていくっていうことが大切になります続いてポイント3つ目は事前のトラブル対策が必要になります習慣を作るためには失敗がつきものになってきます。 確実に邪魔が入ることが多いので事前にトラブル対策をしておかなければなりません例えば運動をしようと思った時に友達に飲み会に誘われただったりっていうことありますよねなのでこういう時のために先に対策法を考えておくんですもし友達に誘われたら軽く運動をしてから合流すると答えるのように対策法を考えておくと続きやすいです続いて4つ目のポイントは習慣を 報酬によって促進されるということを理解しましょう。 習慣は他人から褒められたりとか好きなものを食べられたり好きな動画を見るっていうことによってこれは嬉しいとすうなんですね例えば「1週間のうち1日だけは好きなものを食べる日を作ろう」など「この動画を見る前に軽く運動をしてから見るようにしよう」というふうに運動や食事を頑張ったことによって報酬を決めておくと続きやすくなりますから是非参考にしてみてください。 続いてポイント5つ目は習慣を変えるには時間がかかるっていうことなんです実際にある研究では新しい習慣を作るためには18日から254日もかかるというふうに言われていますから難しいものほど時間がかかってしまうっていうことなんですねそのため習慣を作るためには一度に一つの新しい習慣を形成することに集中しなければなりません 例えば「オリーブオイルを取るところから始めよう」「米軍式睡眠法から始めよう」というふうに1つから続けていくことが大切です。あれもこれもしようと思うとじゃあ実際にどれが一番効果があったのかっていうのが分からなくなりますから自分に合うものを1つずつ試してやってみてください。この動画が良かったら高評価コメントで教えていただけると嬉しいです。それではまた明日。バイバイイ。